そう、レアルソシエダさん、完全にELを捨てた模様。EL リーグフェーズ第2節、レアルソシエダは本拠地アノエタでのアンデルレヒト戦を 1-2 で落とした。ソシエダは勝利を収めた前節バレンシア戦から GK レミーロ以外の全スタメンを変更。中盤と前線にはブライス・メンデス、ブリエンテス、パブロ・マリン、サディク、オスカールソンを並べた。なお、久保建英はベンチスタートとなり後半頭から出場している。こっちに力使ったらリーグ戦がやばい、という判断なんだろうな。今回は久保も全然良くなかったよ。最初のスタメン組の方がコンディションが良さそうだったね。サディクのクロスもマリンのシュートも素晴らしかった。対して、やはりバレンシア戦に長く出た選手たちは久保も含めてコンディションが良くなさそうだった。このタイミングで代表ウィークが来る。割と真面目に週末次第で解任あるんじゃないか。これで月曜日にアトレティコ戦はきついね。マルコス・ジョレンテが一発レッドでいないことがソシエダにとってはラッキーぐらい。ターンオーバーしたとはいえ、ホームでベルギーリーグの相手にも勝てないか。ソシエダってガチで泥船だな。舐めてんのかと言われても仕方がないくらい選手たちはやる気なかった。まあ大人の事情でELを捨ててるんだろうけど。最高のスタートだったのにあっさり逆転され、後半主力を投入するも決定力不足で敗戦。今シーズンのソシエダは本当乗り切れないな。ターンオーバーしたくてメンバー入れ替えて結局主力投入し負けるとか最悪のパターンだね。このままだとリーグ降格しかねないぞ。もうELは捨てたってことだろうが、次アトレティコだしどうせ勝てないだろ。